図一脊髄と髄膜の横断面も敷きず。外側周囲に、硬膜、雲膜、軟膜を図示する。図に脊髄と髄膜。軟膜は、脳及び脊髄を包む髄膜のうち、最も内部にある膜。ラテン語の PIA メターは、優しい母の意味であり。これは、アラビア語の軟膜にあたる語の意味に由来する。軟膜は発生学的には、神経底に由来する。 薄く毛状の膜で脳の表面を隙間なく折っており、皮質の溝の中にまで入り込んでいる。軟膜はさらに外側の上軟膜層と内側の内軟膜の2層に分けられる。内軟膜は隙間のない膜で脳及び脊髄の神経組織と癒着している。血管が脳内に入り込むところでは内軟膜も折れ曲がって血管を包み込むように脳内に入り込んでいる。 内軟膜の細胞は、血管からではなく、神経組織内を拡散する、脳脊髄液に栄養を依存する。上軟膜層は、抗原繊維状の組織が、網の目のように張り巡らされた膜で、軟膜の外側を包む蜘蛛膜の小柱とつながっている。内脳皮質には上軟膜がなく、脳に栄養する血管は内軟膜の上を走り、蜘蛛膜の小柱によって固定されている。 脳内部の空間である脳室内のうち、側の脳室か角の内側面、第3脳室と第4脳室下部の天井には脈絡層があり、ここで軟膜は脳室上着細胞と癒着して脈絡組織を形成している。これは脳室内に浮かんだ脈絡層をつなぎ止める役割を果たしている。脊髄では両外側の軟膜は膜上の組織となって雲膜を突き破り、 項膜に付着して、脊髄をつなぎ止めている、虚子状に分布する、この組織を市上人体という、ありがとうございます。